ワンピース。麦わらの一味に関する。海軍入隊を果たしたコビーと別れ、剣士ゾロを仲間に加えたルフィはワンピースへと続く航路、グランドラインを目指して出航した。しかし航海術を持たない2人は再び遭難。ルフィは鳥にさらわれ、ゾロとはぐれてしまう。やがて見知らぬ町にたどり着いたルフィは、そこで海賊専門の泥棒ナミと遭遇した。ナミは海賊道家のバギー一味から海図を盗もうとして追われているところだった。ナミが優れた航海術を持っていると知ったルフィは、航海士として仲間になるよう提案。それに対してナミは一つの条件を提示する。その条件とは、ナミと共にバギーの元に行くこと。それを快諾したルフィはナミの案内でバギー一味が占拠する店を訪れるが、あそこよ、海賊たちのいる酒場は。に行くんだ。それは言ってのお楽しみよ、海賊のお兄さん。え、何すんだ。ブワッハ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 、改造を返した上に親分打って一味に入りてえた面白え女だ。まったく、海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけそう。さてナミ、お前の元親分をバギー玉で消し飛ばし、俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す？私が？私は結構です。それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で
海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの。それが海賊の覚悟。違う、自分の命をかける覚悟だ。ナミ、てめえどういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで、勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をおちょくるのも大概にしろ小娘、派手に殺せ。まだ火が。女一人に何人がかりだ。ゾロ！貴様、ロロノはゾロに間違いねえな。俺の首でも取りに来たか。いや、興味ねえな。俺はやめたんだ、かいつ。俺は興味あるね。てめえを殺せば名が上がる。本気で来ねえと血見るぞ。なんて手応えのねえやつだ。何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの実、それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。了解。ちょっ、あんたはどうすんのよ。おい、天下だ。え、はい。よせ、伏せろ。窮屈な檻からは出られた。さて、どうすっかな。有金全部出しやがれ。やめてくれ。海賊って最低。ヤギーの手下だな。吹っ飛ばしてやる。ここは敵の縄張りね。中にいる敵を倒して制圧するのよ。中の敵を倒しゃいいんだな。任せとけ。あいつらを利用すればバギーから海図を奪えるかもしれない。怪我してるのか。手当てさせてくれ。悪いな、これで存分に動けそうだ。
たちが目指すのはグランドライン。これからその海図をもう一度奪いに行く。仲間になってくれ。海図いるんだろ。宝も。私は海賊にはならない。手を組むって言ってくれる？お互いの目的のために。よし、行こうか。あんたも行くの？お腹の傷は？腹の傷よりやられっぱなしで傷ついた俺の名の方が重傷だ。シッシッシッ、じゃ行くぞ。頼む、この町を守ってくれないか。いいぞ、バギーをぶっ飛ばしゃいいんだろ。ぶっ飛ばすだけじゃなくて守るの。ここを落とされたら私たちの負け。いいわね。サドロどもは派手にぶっ飛ばしてやれ。されてたまるか。俺たちも加勢するぞ。まず攻撃を止めた方がいいわ。砲台のある方を落とすのよ。海賊どもから町を守るんだ。おーおお、町の連中も勢いづいてきたな。探したよ、ルフィ。久しぶりだね。あ、まさか私のこの顔を忘れたわけじゃないよね。誰だお前、バギーの仲間か。あいつとはあんたを探す目的で手を組んだんだ。私の男になるのならあいつに負けてちゃ話にならない。おめえなんか知らねえぞ。まだ思い出さないのかい。まあいい、すぐに思い出させてあげるよ。ヌスとどもに海賊の一団を敵に回すことの恐ろしさを教えてやる。行け！よっ！アナゾ！頼む！上がってこい！さあ、こっちも行くよ！ルフィ！こっちは俺に任せとけ。
わ。あんたたちは敵を引きつけておきなさい。おう、任せとけ。見せてやるよ、三刀流の極意をな。ゾロを倒して名をあげろ。もう邪魔だよ、消えな。さすがだね。とりあえず勘弁してあげるよ。黙るバギー罪をなめ。海図の代わりに結構なお宝が手に入ったわ。ま、結果オーライね。俺の財宝を離さねえか。いやよ、
なんで私の宝を置いてかなきゃいけないのよ。てめえの宝だ。当たり前でしょ。海賊専門の泥棒の私が今海賊から宝を奪ったんだから、この宝は私のもんだって言ってんの。たわけ。盗んじまえばてめえのもんになると思ってんのか。てめえは一体どういう教育を。悪党が悪党に説教。持論のバカバカしさはお互い様でしょ。非道な海賊に間違いを正されるほど落ちちゃいないつもりだけど。言いたいことはそれだけか。覚悟はできた。派手に撃て、バギー玉。逃がすか。この俺を出し抜けると思うなよ。狙ってあげるよ。美しいだけじゃ船長は務まらないってこと分からせてあげるよ。気をつけて。あの女、他の奴らとは何か違うわ。ドロじゃねえ、海賊だ。グランドラインの海図をよこせ。それか。てめえら何度かグランドラインに入って何をする。海賊王になる。ゴムゴム、好き放題やりやがって。てめえのその麦わらを見てるとあの男を思い出すぜ。クソ生意気なあの赤髪の男。赤髪ってシャンクスのことか。
してんのかお前。ん？興味津々だな、おい。俺とあいつは昔同じ海賊船にいた。つまり海賊見習い時代の同志ってわけだ。シャンクスは偉大な男だ。お前と同志だと？一緒にすんな。やったな。